それでは、か、すぎるという字に行きますね。まず、この幅、この幅が、まあ、おおよそ一緒か下がちょっと長いぐらいですね。じゃあ、行きますね。あんまり内側に入らなくてもいいかな。だいたい幅が同じぐらいで来ますね。そしたら、縦をこの中心に持ってきます。そしたら、横の線は、この縦に書いた線の上の方に持ってきますね。たらこの長さ、この長さがだいたい一緒で、これは内側に入ってきます。で、横の線は上の2倍ぐらいで長く持ってきたら、この角度に合わせて内側に入って、左よりも右を長くして抜きます。そしたら口をこの角あたりからスタートして、この間隔は狭くていいです。この角あたりで折り返して口を書きますね。そしたら最後に針葉ですね。点を、これよりも下に持ってきたら下から上がってきます。押し戻してきて、でお尻を上よりも出します。ここよりもお尻は出ます。そしたらここよりも出しすぎないようにして、上がってがこの空間に上がって、下がってがこの上の角あたりでいいのかな、まあ、ここぐらいでいいかな。このあたりで止まって抜いていきますね。